アニメ、明日のジョーの主題歌で知られる尾藤勲さん。今日は、尾藤勲さんのことについて紹介します。まずは、尾藤勲さんの経歴とプロフィールから紹介します。尾藤勲さんは、1943年11月22日生まれ、東京都台東区のご出身です。父母ともに芸人だったことから芸能界に興味を抱いた尾藤勲さん。幼少期に太神楽の曲芸師として活動していたことから、今でもジャグリングが得意だそうです。尾藤勲さんが音楽に興味を持ったのは高校生の頃。1960年にプロダクションに所属すると、1961年にはハリウッドに留学。1964年に発売したデビュー曲、アイクチマッキーか。大ヒットし人気歌手の仲間入り。明日のジョーの主題歌を歌っていたことも有名ですね。歌手やジャグラー、俳優としてマルチに活躍する尾藤勲さん。いつまでも若々しく見えますが、実は75歳を過ぎています。若さを保つために筋トレやストレッチを欠かさないんだとか。確かに小柄なイメージですが、よく見るとがっちりしていて胸板が厚いですよね。適度な運動を継続していることが尾藤勲さんの若さの秘訣の一つのようです。また本人曰く若さの秘訣は続けられる仕事があることとも話しています。運動ももちろんですが、好きな仕事が続けられていることが老化防止になり一番の若さの秘訣なのかもしれませんね。特に還暦を過ぎてから趣味を持つことは大切と聞きます。尾藤勲さんは歌うことが大好きですので、それも老化防止につながっているのでしょう。2018年に徹子の部屋に主演した際は、黒柳徹子さんが尾藤勲のお肌の綺麗さに感心するほど肌がツルツルなんだとか。おそらくいい仕事をするためにバランスの良い食事も心がけているのでしょう。尾藤勲さんは既婚者ですが、妻の情報は全く見つかりません。このことから妻となったのは一般人だと思われます。いつまでもエネルギッシュで若々しい尾藤勲さん、きっと妻が体を考えてバランスの良い食事を用意してくれていることでしょう。尾藤勲さんの今までの活躍は妻の内助の功のおかげかもしれませんね。尾藤勲さんには尾藤桃子さんという娘が一人います。なぜか息子がいると思っている方が多いようですが、尾藤勲さんに息子はいません。1994年に開催された尾藤勲さんの全国ツアーに参加したことで音楽活動を始めたという尾藤桃子さん。1998年に Are You Key You True で歌手デビューすると、同年には映画ビューティフルサンデーで女優としてもデビュー。今では音楽や映画、ミュージカルなど幅広い活躍を見せています。尾藤桃子さんのデビューは1998年ですが、実はその6年前に一躍有名となる出来事がありました。1992年1月に自宅に侵入した強盗を父と共に撃退しているんです。父と二人がかりとはいえ、女性が強盗に立ち向かうなんてなかなかできることではありません。どんな相手にも立ち向かっていく姿は、尾藤勲さんが主題歌を歌っていた明日のジョーの主人公矢吹武を彷彿とさせます。2018年2月28日に放送された徹子の部屋で尾藤勲さんは黄斑変性症を患っていることを明かしました。黄斑変性症とは、目の網膜の中心部である黄斑に老化による障害が発生する病です。視力が下がっていき、最悪の場合は視力を失ってしまう可能性もあると言います。ただ、早期発見ができれば、投薬治療や食生活の改善などである程度進行を抑えることができるそうです。まだ根本的な治療法がないため、尾藤勲さんは通院し続けているものと思われます。尾藤勲さんの症状としては、人物や物など注視しようとすればするほど見えにくくなるそうです。そのため、番組では終始視線を落として話していたと言います。また、人とすれ違っても誰だかわからないということがしばしばあるそうで、あまり人に会わないように裏道を通るなどの苦悩も抱えているようです。すでに20年以上も病気と付き合っているとのこと。優しい笑顔の裏に病気の苦悩があったとは驚きですね。準レギュラー的な番組だった夜も引っ張れが終了してから、歌手活動を見かける機会が少なくなった尾藤勲さん。ですが、今でもミュージカルやライブ活動を積極的に行っています。俳優としては、2016年にドラマ、早子先生、結婚するって本当ですか?で、松下奈緒さんの父親役を演じていたのが印象に残っている方も、多いのではないでしょうか。また、平成24年度には、台東観光大使に就任。台東区のアピールとイメージアップと地域振興に貢献しています。
他にも俳優としてドラマや映画にも多数出演するなど多忙な日々を送っているようです。2020年は中尾美恵さんとダブル主演の映画感謝リズット一緒にが11月6日に公開されました。この映画はもともと朝日新聞の男の一息という欄に投稿された亡き妻への思いを綴ったエッセイが元になっているそうです。そのエッセイが話題になり単行本化され、ついに映画化されるとのことで、楽しみにしている方も多いようです。尾藤勲さんの優しい演技が見られるのではないでしょうか。ちなみに、中尾美恵さんとは、2018年に中尾美恵さんがプロデュースしたミュージカルでも共演していて、北海道から鹿児島県まで全国各地を回っています。今回の映画も2人の息ぴったりの演技にも注目ですね。2022年は79歳の尾藤勲さんですが、目の病気を抱えながらも精力的に活動しています。プライベートでは3人の孫を持つおじいちゃん、孫がいることも若さを保つ原動力になっているのかもしれませんね。尾藤勲さんといえば、まず1990年代の人気番組ザ・夜も引っ張れと思い出す方も多いのではないでしょうか。数々の歌をカバーし、独特の歌声とキャラクターで存在感を発揮していました。ついこの間のことのように感じますが、もうかなりへの話なんですね。近年あまりテレビで歌っている姿を見かけないのは寂しい限りです。尾藤勲さんを検索すると、自己破産というワードがたくさん出てくるのですが、一体何があったのでしょうか。この真相は、尾藤勲さんが所属していた事務所、アトリエダンカンが2014年に自己破産申請したことで、尾藤勲自己破産というワードが目立つようになってしまったようです。アトリエダンカンは、1979年に設立された大手芸能事務所。尾藤勲さんのほか、木の実奈々さんや森久美子さんなどのベテランから、山崎育三郎さんや AKB48 の元メンバー、片山遥さんや佐藤亜美奈さんなども所属していました。以前から資金繰りに苦労していたようで、ギャラの支払い方法も特殊で遅れることもあったといいます。しかし、他の事務所よりギャラが高いということもあり、文句を言うタレントはあまりいなかったそうです。ということで、尾藤勲さん自身が自己破産したわけではないということで一安心ですが、20年在籍した事務所をこういった形で離れるのは残念で悔しかったでしょうね。その後、尾藤勲さんは K-1 プロモーションに移籍したという情報がありました。テレビではあまり見かけなくなりましたが、今でも映画や舞台、コンサートなど俳優、歌手として活動されています。ただ2023年現在、新型コロナの影響もあり、満足のいく活動はできていないかもしれません。40代で発症したという目の持病と戦いながらとのことなので、健康に気をつけてマイペースに活動してほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。